アゼルバイジャンの欠片の気候区分地図。アゼルバイジャンの気候は多様であり、欠片の気候区分11種類のうち9種類が、アゼルバイジャンで見られる。アゼルバイジャンは熱帯の最北部、コーカサス南東部、イラン高原南西部に位置する。この地域と地形の複雑さに加えて、カスピ海に近いことと、日照や多くの気団の影響により、アゼルバイジャンの気候が多様になっている。 アゼルバイジャンは山がちな地形であり、大高カサス山脈、小高カサス山脈、タリシュ山脈、そして北イランの山脈に囲まれている。東部では大高カサス山脈と古高カサス山脈の間にカスピー海まで続くクラーラクス低地がある。北部に位置し、北西から南東へと続く大高カサス山脈により、アゼルバイジャンが 北方の冷気団の影響を直接受けないようになっているため、アゼルバイジャンの山麓や平原地帯は大半が亜熱帯気候になっている。他の山脈も気団の動きに影響を及ぼす。このように複雑な地形により、細い気候帯が地図上に見られる。アゼルバイジャンの日没アゼルバイジャンの山麓と平原地帯は太陽の放射照度が高い。例えば、クララクスージ。 アブシェロン半島などでは年間日照時間が2200から2400時間になっており、ナヒチェバン地域のアラスガー流域では2600から2800時間になっている。一方で山岳地帯では曇りの時期が長く、年間日照時間が1900から2200時間にとどまる。ただし標高3000メートル以上の地域では、 日照時間が2200から2500時間になっている。アゼルバイジャンの日照エネルギーは平均で128から132キロカロリー平方センチメートルになっている。標高が500から600メートルまで上がると日照エネルギーは120から124キロカロリー平方センチメートルに下がるが、標高がさらに上がると逆に日照エネルギーは増え、 大高化殺山脈と高化殺山脈の標高3000メートル以上の地域では140から150キロカロリー平方センチメートルになる。ナヒチェバン地域のアラスガー流域では148から150キロカロリー平方センチメートルであり、ナヒチェバン地域の山岳地帯で152から160キロカロリー平方センチメートルまで上がる。アゼルバイジャンの気候は、 温帯のシベリア高気圧、北極圏の寒気団、中央アジアの高気圧、熱帯の低気圧など多くの気団の影響を受けるが、アゼルバイジャン周辺の山脈によりそれぞれの影響が異なっている。アゼルバイジャンの年間平均温度。アゼルバイジャンの気温を影響する要因としては、気団、地形、カスピ海への近さが挙げられる。海岸地域は、 カスピ海の影響を受けて夏の気温が他の地域より下がり、冬は逆に上がる。また、カスピ海は中央アジアからの暑く乾燥した気団の影響を低減させる。クラーラクス低地、アブシェロン半島の南にある沿岸地域、ランカラン低地の年間平均気温は14摂氏15度になっているが、山岳地帯に近くなるほど下がる傾向にあり、 標高2000メートルでは平均で4摂氏5度に、標高3000メートルでは平均で1摂氏2度になる。全国最低気温摂氏33度、または下氏27.4度と、全国最高気温摂氏46度、または下氏114.8度はいずれもな七番地域のジュルファ県とオルドバド県で観測された。アゼルバイジャンの年間平均降水量。アゼルバイジャンにおいて、 年間降水量が最も高い地域はレンキャランで最も低い地域はアブシェロン半島である。シャマフ県の冬アゼルバイジャン各地の天気、気温、湿度、降水量による区分では、欠片の気候区分11種類のうち9種類が見られる。ありがとうございます。